それじゃあ始めよう。おはようございます、ティアと申します。これは何かって言いますと、モンスターハンターのサンブレイクにですね、お守り合成する人がいるんですよ。あのマカレンキンって言うんですけど、まあ、ね、いらない素材をまあお守り、ご石に変えるというシステムでして、その人のセリフがストルジャー始めようって、急にイケボになるんですよ。それまでなんかちょっと軽い人だったんですよね。なんかノリが軽いさ、マイダリーとかさ、またおいでとかさ、そういう感じ人なのに、急にストルジャー始めようって急にイケボになるんですよ。それのせいで、とにかくうちの友人がキレてます。なんで急にいい男感出すねんなーってめっちゃ消えてるんですよ、あいつ。というわけで今回もね、それじゃあ始めよう。ちょっと前のパートでやりましたスターティングキットね、前回戦士でアングルホーンとかアゴイルがいましたけども、今回はですね、魔法使いですね。スターティングキット、魔法使いパーティー、お供はギガンテスとスライムナイト。うわー、なんかでも5感あってもう嫌いじゃない、いや好き。というわけでですね、始まりました。スターティングキットね。前回はね、戦士でやりましたけど、今回は魔法使いのスターティングキットで やりたいと思います。スターティングキットってのはね、まあ、敷居が低いからね。簡単に言えば安く買えるから。天空の盾が今回ついてるのポイント高いよな。天空の盾をさ、500円で買えるっていうのはね、ポイント高いな。さあ行きましょう。スライムを持ち上げていいよ。はい。セイ！オッケー！さあ、魔法使い相性で第3の技はね、今回は2人とも変わりますね。だからそれをね、学ぶこともできるっていう意味では、イエーイ！さあ、問題はちょっと気になるのがさ、なぜ賢者の杖なんだ？なぜこれ賢者の杖なのかが理解に苦しみます。イオラ！うわ、強っ！うわ、強いな。いや、賢者のローブのこともあって、普通に火力は出るな。まあ、ここをね、聖樹の盾に変えることによって、イオラズに変わるんですけど、さあ、突進してきまーす！行くぜー！魔法使いだろうと何だろうと、とりあえずね、突進してくるんですよ、ギガンテスって。すぐに。おー、いい余計。まあ、回避率高いからな。そしてね、スターティングキットについてくるスペシャルカード、こちらです。まあ、前回はギガソードでしたね。こちら、水戸黄門！水戸黄門です！まあ、でも悪くはない。スターティングキットとしてはさ、500円ぐらいで、天空の盾と、天空の盾とさ、ドラゴンオーブが手に入るのって良くない？素直に。あ、いいね。いいよ！いけ！スライムを持ち上げたー！いいよ！隣のライムスライム。いいね。で、問題は2匹。おい、大丈夫かお前ら。おい、ダウンオールを捉えたじゃないんだよ。何してんだよ、おめえは。もう。だから、賢者の杖ってなんでさ、こういうダウンオールとかいうよくわからねえ技が入ってんのかな。イオラはいいんだけどさ、ダウンオールの使いどころマジでないぞ。イエーイ！鬼火の通行率高くない？わははは！攻撃力が上がるぞー！バイキルトー！入念な準備をするな、お前らは。やると思ったよ。まあ、やるんじゃねえかなと思ったよ、SP 使ってたんな。だから今回は前回の戦士のように、まあ、攻撃一等辺じゃないんですよね。じゃあ、わかったわかった。もう普通に行こうな。今回は、だから補助呪文、ダウンウォールやバイキルトもあるよっていうね。そういうことを教えてくれるパーティーではあるんだけど、いかんせんね、もうちょっとなんかないのって言ったら、賢者の杖、ダウンウォールとかゴミだぞ。うわぁピエールが強いです。いやでもコスパ面からしたらさ、いいよね、やっぱり。天空の盾って手に入りにくかったし、ドラゴンオーブもね、汎用性が高い。ね、モンスターたちもね、別にまあ、別段なんかめちゃくちゃね、使いづらいわけではないんですよね。わかりやすい。単純にわかりやすい性能はしてる。ギガントスは殴るだけだし。スライムナイトはね、器用に技を使い分けることができるようになるから、突撃よりはイオの方がね、汎用性は高いからね。イオラで？うわ、いいね。
あ、出た、バットブレスだね。今回のスターティングキットは逆に必殺技はないね。風神斬りみたいな、前回出したような風神斬りみたいな必殺技はないですね。ただ第3の技に両方変わるってことで、まあ、第3の技をね、存分に振るっていけるよっていうタイプのコンセプト。でもさ、コスパはいいんだよな。だから、他のスターティングキットと組み合わせることで、あ、勇気溜めちゃった、やべ。話してた勇気溜めちまったよ。うわー、いえ、避けられたわ。じゃあ、とどめ打っちゃいましょうか。うん。他のスターティングキットと組み合わせることで、さらなるシナジーを発揮するっていうのもね、いいよね。だから、ある程度完成されてる運営がこのゲームを分かっているっていうのはね、本当に得点高いわ。最近のカードゲーム中だったら、それ、さあ、ドラゴンボールをスキャンして出てくるのはもちろんこれ、最強格のね、とどめの一撃です。ダースドラゴンも、なぜか集合、いけんって。魔王大丈夫かな、このパーティー。お続くぜ、この動画。いいね。スターティングキットにはね、スターティングキットだからかな、それか。よストーリーで儲けてなさそうしてもらうスターティングキットは確かに儲かるよ。理にはかなってるな。スターティングキットに対してのこれは確かに理にかなってるわ。ああ、よう売れたよ。スターティングキットってね、出てからね、1週間も経たんうちに完売するレベルで、僕んところはね、売れ切ってたから。まあ、理にはかなってるよ、ゲマー。ユアストーリーで儲けられやんだところを、スターティングキットを売ることによって、てか、今売ったらもうさ、プレミアモンだよな。今ではモンバトのカードってやっぱり、プレミアモンなんですよね。なんだかんださっきからうだうだ言ってる黒ブレ？黒ブレも、プレミアモンになることにはなるんですよね。カード自体は人気ですから。カード自体はね、高額で取引されてます、結構。黒ブレって。例えば、優勝商品のカードとかも売られてますね。よくわかんないですけど。上位入賞のカードとかも売られてます。よくわかんないですけどね。ああいうのは取っとけよって思うけどな。さあ、でもゲマに対してはね、打撃弱点なこともあってね、ギガンテスやスライムナイト、まあ、イオラも打点がすっごい取れます。なんだったらこれ削り勝ちできるんじゃねえかなっていうレベルだね。耐久面はね、まあ、2700っていう雑な耐久があるけど、まあこれはギガンテスのおかげではあるね。スターティングキットってやっぱりレベル1から始める人のことを考えてるのかね、HP が高いモンスターが構成されてることが多いんだよね。こう。まあ耐性はザルだけど。お前かいいや、お前かいすいません、お願いします。耐性はザルだけど、HP 高いモンが多いんだよな。だから、普通に殴り負けることはあるっちゃあるんだけど。まあ HP が確保できるっていうのはいいことだよな。うわえうわ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 やばいゲマに負けるのかおいおいゲマやばい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 焦る焦っちゃう焦っちゃうやばいやばい焦るよこれ。てかまだゲマの一、ゲマから一撃も食らってないんかよ。やばいやばいやばいここに来て、ここに来てやばい。いやー今のギーが当てて欲しかったなー。削り勝ちしかないっす。こうなったら。削り切りましょう。でも火力はある。賢者の杖のイオラも威力高いし、ギガンテスは当てさえすれば火力出るから、削り勝ちを狙います。いや、そうしないとこの動画終わっちゃう。だいたい終わらせないんだけどさ、まあ。そういう時は。いけギーガ突進してきまーす行くぜーオーケーよし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 削り切れそうだな。おぞましい熱戦、いよいよ攻撃してきました、ゲマが。ようやく重い腰上げ上がったな。いやー結構食らうな。じゃあ、ここは前のね、スターティングキットということで、前のスターティングキット合わせたということで、ギガソード勝つためには手段を選ばん。たらースライムナイト、これでさ、ああやっぱりもう、やだ。もう、
いやない、いらない、いらない。スライムナイトがイオで勝ちだからね。スライムナイトイオで勝ちです。きたー、ジャンプギリングセラよくいけたな、今よくいけたな。俺不安で仕方なかったわさあ、魔界の王ミルドラースということで、スターティングキットに対してスターティングな魔王が来たじゃねえか。相手にとって不足はねえ。今回は、あーでもつばぜり合いもしたいね。まあでも大丈夫か。今回はね、ミルドラースの弱点が爆発属性なんですよね。なので、あのイオを使えるスライムライトや賢者の杖がね、いい感じの仕事をしてくれるんじゃないかと。まあ、ギガンテスは単純に殴るだけです。いいよ、はい、セーブ、オッケー。まあでもこんなもんなんだ。賢さが高いからな。まあそこそこに。いいよ、じゃあちょっと火力不足ってことか。まあこいつの300強出ると思うんだけど、せーの、えい、オッケー、400出るんだな、これが。さあギーガーも殴っていこう。うん、ギーガーとりあえずね、殴っていくがいいから。いくぜ、うー、オッケーオッケー、いいよ。まあ一つかどうか。まあ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 、オッケー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 です。さあ、つばぜりしましょうか。あ、さっきはちょっとね、あの、ごめん、スターティングなつばぜりやったわ。スターティングキットを使い続けたね。やっぱ、モンバトもて、ね、数だと思うよ。勝負の数だと思うんです。なんでね、ここでバシッと決めてね、場数を踏む。大事です。つばぜりの場数ですよ。いきます。オッケー、まあ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 悪くない。場数を踏んだつばぜり。あとはね、すいません、もう一つ大事なことがあります。それはメンタルです。何事にも屈しない強靭な心こそが最強の武器なんだから。オッケー、よし、何事にも屈しない強靭な心こそがね、最強のつばぜりの武器です。ドーマン千万。あとは勇気をうまいこと調整しつつ、あ、どうしようかな。3ターン目に打つのも手かな。4ターン目に。4ターン目開幕に打つのもありか。じゃあ、ここでギガソード使います。ここでギガソードを使って、あのミルドラスって4ターン目、5ターン目にイテツカードが存在するんですよ。で、あーってなりやすいんですよね、どうしても。だからね、このターンに打っちゃいましょう。あえて。で、なんでお前は毎回ダウンウォールをするんだ外れたしな、いよいよな。いよいよ外れたもんな。まあ、ここでマヒャドが来る見るには仕方ない。いや、どうだろうな、耐久。耐久はあんまないよな、お前ら。わー、まあね、まあまあ、まあまあ食らうな。まあまあ食らったな。さあ、ジャンプ切り、よいしょ、オッケー。さあ、ギガ、オッケーオッケーオッケー、突進してきまーす。オラ、行くぜ、行くぜさあ、とどめ打って、相手の攻撃を耐えて、またいですか、波動をいなして、あとは誰かが決めるだけだよ。さあ、モンスターの全員大突進。あと81。いてつく波動、オッケー、もうほぼ勝ち確みたいなもんよな、ここまで来たら。そう、4ターン目、5ターン目に、これがあるから、早めにとどめを打つ必要があるんだよね。まあ、あとはイオとイオラで終わりです。お、最後の抵抗か？お、最後の抵抗という言わんばかりは魔界の洗礼を浴びせてきますね。まあ、受けるダメージが主人公は一番でかいんだよね、なんだかんだね。ギガンティスよりも脆いんだよね。さあ、来たー！ライムスライムが、スライムを持ち上げたー！イオ！せーの！よいしょー！オーケー！素晴らしい！よし！よくスターターキット頑張った。頑張った、スターターキット。いやー、オッケー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 。いい戦果を残せました。見るなんとかは情けない。いや、今回マジで綺麗にさ、5の統一でいけたね。ギーがピエール主人公でね。ね、ボスもね、偶然ゲマとミルドラース。こうなったらちょっとやってみましょう。過去にやったことがない気が、ない、あるような気がします。実は。リベンジマッチといきましょう。ミルドラースの登場です。来たぞー。
おっし、お前ならいける。リベンジ果たすには行くぞ。ミルドラースが最も恐れた大魔王、また来た。やったやったやった、過去にやったからこれ。で、大敗してるはずなんだよ。やめとけって。さあ、ミルドラースがあまりのその恐ろしさにね、封印せざるを得なかった。見なかったことにしたということでね、ミルドラース、エスタークとの対決です。さあ、どんなものがエスタークとね、冷たく輝く雪、やばいな、ちょっと待って、やばい、冷える。涼しい、くそ。さあ、ミルドラース、魔界の洗礼。ここでね、下克上と行こうや。お前も眠っていて力が出せないであろう、白素。ちょっと待って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 、4600、600しか出えへんの。なんだその竜巻は。ふっ、そんなものぬるいわ。ドーン。ちょっと魔界の風を召喚する。いけ、魔風弾、なんじゃこりゃ。どうすりゃいいのよ。どうすりゃ。どう、絶望的やな、やっぱり。過去にもやったけど、やっぱ絶望的なんじゃないか、これ。過去にもやったけどさ、これ。やったやったやった、過去にも。いや、綺麗に5でやるから、俺も天空の花嫁してんだよ。な、いけ、デストゥイル、うん、うん、いや、あ、ちょっと待って。ちょっと待ってって。ちょっと待ってって。ねえねえ、エスター君ちょっと待ってくんない？ちょっと的確に弱点は疲れるしよ。ここでドルマを打ちます。暗黒呪文栄翔、吹き飛びなさい。この暗黒呪文ドルモーで、どんなもんやろ。おい、でも割と通るな、割と通るな。奇跡の逆転を狙うって言われてんぞ、ミルドラス。え、ああ、まあそうだよね、凍てつく波動を挟むよね。そろそろ挟んでもらわないと困る。ミルドラス、耐えればいける。お前がエスタークを削り切るのは不可能や。ゾーマじゃないと無理や。ゾーマやったらエスタークは削り切れるんやけど、呪文ポンポンポン打てばゾーマやったら削り切れるんやけど、お前じゃ無理やから、いて、いてかどうすんの、じゃあいてすかどうすんの、ほら。耐えればいけるに。耐える選択肢があるな、まだ。あー、やばいな。避けろ、避けろ、ミルドラース。ここ、うー、やるな。我は魔界の王。ここで破れることなど、あってはならん。え？おっと、相手の攻撃、避けろ、頑張れ、冷えちゃう、冷える。冷凍保存された。もう、ずっと輝く雪言ってきた。おいつ汚ねえな。